やっていきましょう。桜大戦3、パリは燃えているのかですね、燃えているかですね、やっていこう。さあ、コックイの花嫁、あ、大神さんだ、ヒューヒュー、お帰りなさい。何何、どうしたどうした、ヒューヒュー、お疲れ様です、大神さん。メル君、シェイ君、ただいま。どうしたんだい、いつも通りか、もしかしてしーちゃんの。仕事が終わったらお茶にしましょうねって言ったじゃないですか。ああ、そうだった。じゃあ、いただくとしようか。お茶会?3人で。4人か。あ、一郎、いいところに帰ってきたね。今みんなで新隊員について話してたんだ。一郎もちょっと来てよ。ほう。でも今からお茶会が。お茶会の後でいいかい？そっち急がないでしょ。メル君と C 君のお茶の後でいいかい？朝から誘われているんだ。そうですよ。美味しいショコラケーキを買ってきてるんですよ。ああ、いいっすね。ヒュヒュー。あ、みんな集まってるんだよ。一郎が来てくれないと始まらないじゃないか。このスタイルみんなあるんだろうな。なんか全員あるっぽいな、この指さすスタイル。そんな感じで塗りが激しいな。テカってんな、コクリコ。ごめんね、すぐに終わると思うからさ。もう、後でちゃんと大神さんを返してくださいね。なんか取り合われてるわ。なんだこのハーレム。こんなゲームだっけ。こんなゲームじゃなかった気がするんだけど、桜大戦。ほらほら、一郎はここに座って。真ん中二人はやる気満々な。左側の子も、まあ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 、いいだろう。右側、ちょっと、やる気出せ。でも、なんかこう、結婚して、ね、20年ぐらい連れ添った奥さんじゃねえんだからさ、そのスタイルやめろよ。あ、飛ばしちゃった。あ、そういえば、花火さんなんて、新隊員にどうですか？はい、決定、終わり。会議終了、はい、決定です。どうだろう。花火くんの霊力はきちんと測れなかったからな。てか、この子たちの霊力測ったらどういう表示になるか試した方がいいじゃん。花火は戦いには向かう。それよりも新隊員について真剣に考えろ。どうでもいいじゃねえか。私の給料に倍にすれば二人分働いてやるよ。そうだな。花火くんのことも気になるし、新隊員のことも大事だし、ロベリアの給料2倍にしよっか。めんどくさくなる。めんどくさくなってロベリアの給料2倍で解決しようとする。2人に増えろ、ロベリア。どうだ、2人に増えてみないか。ところで、花火ってのは何なんだ。さっきからエリカが言ってっけど、貴様には関係のないことだ。黙っている。まだ仲悪いの。おいおい、いきなり喧嘩をよしてくれよ。花火ちゃんといえばグリちゃん。新隊員には霊力も大事だが、パリを守るという高い理想も必要だ。計測器で調べるだけでなく、その人の心まで考えて新隊員の候補を選ぶのだぞ。確かに、それも一理あるな。エリカちゃん、なんでいきなり花火さんって言ったの？そこら辺教えて。花火さんならみんなも知っていますし、きっといい隊員になりますよ。君たち花火ちゃん知ってんの？俺とは面識あったけど、あなたは喋ったのかな？花火だって。私はそんなやつ知らないね。あ、そうでしたね。ロベリアさんはメイドをしていませんものね。じゃあメイドだな、ロベリア。メイドやってこい、ちょっと。タレブーさんのとこに行って頭下げてこい。どうなるのかな、タレブー VS ロベリアは。どうなるのかな。あ、花火くんといえば今日お墓で会ったよ。あ、話聞ける。言うな。今は新隊員についての話をしているところだろうが。誰かのお墓参りをしていたんですかね。なんだよ、その花火ってやつは。全然話が見えてこないぞ。グリシーヌの友達で優しい人なんだよ。あと、日本人。なんだかよくわかんねえな。どういうやつなんだ。じゃあココリコ行く、順番的には。お墓か。誰か死んじゃったのかな。
花火、かわいそうだね。ねえ一郎、誰のお墓参りしてたかわかる？パクリコ、今は新隊員のことで話をしているのではないか。あ、そっか、ごめんね。でも花火のことも気になるじゃないか。ああ、こういう時はこう収めてくれるというか、無理やり話題を強引に花火ちゃんに持ってってくれるエリカちゃんを投入する。花火さんは日本の方でグリーシーンさんのお家に住んでいるんですよ。ほらほら、関係なく持ってってくれる。みんなでグリシンさんの家でメイドのお手伝いをした時にお友達になったんです。でもお墓参りってどなたか亡くなられたのでしょうか。ほら、強引にコクリコと同じ話し始めて。お前たちには関係のないことだ。これ以上花火の話はするな。でも気になりますし、力になれるかもしれませんよ。うん、なんだか花火くんの様子がおかしくてさ、最近会っていませんからよくわからないんです。でも気になりますね。で、墓参りなんだろう。 誰のか気になるじゃないか。お前知ってんだろう。くどいぞ。この会合の趣旨は何だ。新隊員についてだろうが。でも花火のことも気になるからね。だって友達だもん。いきなり花火ちゃんの話入ったからな。なんかそれも不自然感はあるけど、この辺選べないんだよね。あ、ロビリアだった。もういい加減に話せよ。花火ってやつは誰の墓参りをしてたんだ。断る。貴様ごときに話すわけにはいかぬ。しぶといやつだな。じゃあ隊長、あんた何か知ってんだろ。話すな。もし話したら気候を成敗する。わかったよ。あ、グリちゃんはまあいろいろ知ってんだろうね、この感じ。じゃあちょっと新隊員の候補について言ってみる、グリちゃん。話を戻す。新隊員について話すために集まったのだろう。気候も気候だ。花火のことは私が何とかする。新隊員のことに話を戻せ。戻さねば、私はこの席を立つ。グリシーヌは厳しいな。厳しいの、厳しいのちゃん。分かったよ。隊員の話に戻すよ。じゃあ新隊員なんだけど、シャイニーの話だとあと一人しか増やせないんだ。そうですか。じゃあ隊員は全員で5人になるんですね。ねえ、あと一人ならさ、僕花火がいい。もうダメだ、花火ちゃんから離れることができない会話が。花火がいいんじゃない。僕花火と一緒に戦いたいな。ちょっと話聞いてる、君たち全員話聞いてねえだろ。なんかなあ、ならそいつでいいんじゃないか。さっさと退院にしちまおうぜ。花火に霊力はない。そのような素振りも見せたことがないしな。あれあれあれ、退院について話しつつ花火ちゃんの話ならオッケーだろ。グリちゃんのなんかよくわからんなところがいいの。それで少数精鋭とも言うしな。5人という人数がちょうどいいのかもしれんな。それに後部を動かせるほどの霊力の持ち主はそうはいないからね。うむ、確かにそうはおらぬだろうな。やはり霊力の高さは必要だ。それで隊員にするには霊力の高さが問題なんだ。なかなかいなくてさ。ねえ、その霊力の高さってどうやって測るの？そういえば大神さん、変な道具を持っていましたよね。あれは霊力を測る道具なんだ。あ、治ってるようだな。なんで修理出したの？面白そうじゃないか。ちょっと私たちのも測ってみてくれよ。おー、それそれそれやりたかった。でもどれぐらいが最低基準なのかわかるからな。最低基準なのか。ボスはすごい強そうだからな。なんかボスの風格出してるからな。そうだな、まずはコクリコぐらいでいくか。ねえねえ、僕の霊力ってどれくらいあるの？ああ、なかなか高いぞ。すごいじゃないか、その抽象的な表現。本当？僕ってすごいんだ。ああ、抽象的だな。エイカちゃん測ったら爆発しそうなんで最後にしよう。グリシーヌは結構いい位置行くんじゃない？で、私の霊力はどれくらいか調べたのか。
いや、まだだけど。じゃあ調べてみようか。さすがはグリシーンだな。すごく高い数値を示しているよ。当然だ。私にはパリを守るという使命があるからな。日々霊力を高める修行も欠かしてはおらんからな。何やってんの？瞑想とか？私ほどではないにせよ、このパリを守ることに、使命を持った人物を探すのだぞ。まあ、あとは地道に探すしかないのかもしれないな。そうですね。ちょっと待って、エリカちゃんは？パリの中の人、一人ずつに霊力計測器を使って。バカか。お前一人でやってる。エリカ、それじゃ何年経っても見つからないよ。ねえ、本当に花火はダメなの？国立しつこいよなんか。しつこいぞ国立。新隊員はパリ歌劇団の今後の問題でもあるのだ。さあ、行くか。ちょっと、回数限られてるかもしれないから、今のうちにエリカちゃん測っとく。頑張りましょう、おかみさん。あれ？私も一緒にパリの人を測りますよ。パリ中の人って書いてある。ありがとう。その時はよろしく頼むよ。よし。では、待って。ダメよ。エリカちゃんの霊力は。で、今後は皆で街を見回るとしよう。で、もう少しお菓子がありますけど、他の人とお話してますか？あ、選べるの？続ける。もう少しお菓子がある。そうだね。他の人の話も聞きたいからね。じゃあ、私もお菓子食べてますね。はい。じゃあ、君の霊力を測りたい。頑張りましょう、おかみさん。ああ、ダメか。なんで デジャブが起こったの？エリカちゃんに話すと終わりってこと？ふざけんな、終わっちゃったじゃねえかよ。もうこんな時間か、いつまでも話してやられんな。では私は失礼する。やることがあるのでな。はい。普段は滅多にやり直さないんだけど、ちょっとエリカ神の霊力だけはちょっと測っておきたい。爆発するかなと思って。測っておきたいので、ちょっと戻ってきました。はい。最速で戻ってきたんで、時間めっちゃ余ってるわ、なんか。選択肢多分これが正解なんだろうな、言ってたから。めっちゃ余ってるな。多分ね、右側の二人、霊力高いんだよね。左側の二人は霊力高い。現象を起こしてないじゃないですか、あんまり。に対して右側の二人って、バリエ張ったり、治癒直したり、炎を出したりっていう、高い組なんで、ちょっとロベリアから、まず。おい、隊長。私の霊力も測ってみなよ。どう？すごい！針が振り切れている。計測不可能だ！ま、こんなもんだろ。私は危ない橋を何度も渡ってきたからね。ねえ、大神さん。その機会で花火さんも測ったんですか？墓参りをしていたやつか。そっちの話の方が面白そうだな。うん。なんだか、花火くんの様子がおかしくてさ。最近会っていませんから。ああ。うん。大丈夫かこれ。進んじゃないか。もう振り切れるくらいね。取ってかうね。これ爆発するでしょ、これ。もし、花火さんが、ちょっと待って、おい、測れないのか。心に傷を負ってるにしたら、そっとしておいてあげては。そうだな。こういうことは興味本位で口に出すべきではないものだ。そうですね。時間が必要な時もありますからね。今は花火のことより、新隊員の方が重要だ。いや、測りたいんだって。それで、新隊員の方はどうなっているんですか？霊力の高い人は見つからないし、うまくいっていないんだ。そうなんですか。でも探すしかないですよね。すごいな、セリフ全然変わってきてんだな。私も協力しますから、最後の一人見つけ出しましょうね。まあ、ああ、ここで同じね。一人ずつ。ダメか。ダメなのか。ああ、ダメなのか。測らなきゃダメでしょ。戻ってきました。じゃあ、見ようか。エリカシン、君の霊力は。じゃあ、私の霊力を測ってもらえますか？どうだ？じゃあ、ギリギリ合格ラインかな。難しいところだね。エリカちゃんが？合格なんですか？私って結構やるじゃないですか。え？本当かこれ？エリカ、ギリギリなんだよ。もう少し低かったら退院失格だよ。嘘だ！そんなバカな。
いや、なんか一周回って、ケーキが一周回ってんじゃねえのかな。ぐるっと一周回ってんじゃねえかな。私で合格なら、誰だって隊員になれるじゃないですか。例えば、花火さんとか、しっかり屋ですから、いい隊員になると思いますよ。しつこいなぁ。必要に花火だなぁ。はい。ここは同じで。そっか。じゃあこっち。もういい。はい、OK。で、グリシーヌで、話を戻すと。これで、OK。で、話を続けるか。これでもうちょっと、あ、でも、強制的にこれぐらいの時間になるのかな。じゃあ、ココリコに話聞こうか。新隊員か。僕はやっぱり花火がいいな。お墓参りしてるのか気になるよ。俺も気になる。花火に聞いてみよう。そっとしておいてあげた方がいいような気もする。エリカシンが言ってんのか。席を立つからな。生きてりゃいろいろあるさ。意外と死んだ恋人の墓参りだったりしてな。当たってんだろうなこれ。なぜ当たったみたいだね。面白そうだ。聞かせてもらおうか。わかった。私はもう席を立つ。終わりになっちゃうのか。いい下がる。なんかすげえ下がっと落とした。花火のことは二度と口にするな。わかった。俺のせい。俺のせい。ロベリアに話しかけたから。花火のことはお前たちが考えているほど単純なことではないのだ。クリシーヌ怒っちゃったね。僕たちが花火の話ばかりしてたから。やばいな、全員下がんのこれ。おい、嘘だろ。お前もかよ、ロベリア。あの女はいつも怒ってるじゃねえか。気にしたら負けさとか言ってたんで好感度下がってんだよお前。きつい。でもグリシーヌさん、なんだか悲しんでたようにも見えました。あ、大神は下がないね。大神でトゥルルルってなぜか自分自身に下がることが起こらないね。そうだね、そうだね、わかった。俺がグリシーヌと話しておくよ。じゃあ今日はこれで解散にしよう。うん、お願いしたよ一郎。よし、しーちゃん、ご飯、ご飯、ご飯食べに行く。お話は済んだんですか？済んだんですよ。ああ、たった今ね。それよりどうしたんだい？さっきお話が終わったらお茶にしましょうって言ってたじゃないですか。ああ、メルちゃんも乗り気だわね。いいよ。ああ、そうだった。じゃあ、いただくとしようか。飲んで食ってばっかだな、俺も。たっぽんたっぽんなっちゃう。隊長、ここにおったか？ここにおりました。聞きたいことがあるのだ。花火のことなのだが。そっちから？ああ、俺もグリシーヌに花火くんのことで聞きたいことがあったんだよ。ならば、場所を移せ。あれ？ついてまいれ。しーちゃん？お茶会の後でいいかいって言ったら怒るのかな、グリシーヌの場合は。一緒じゃダメ。お茶会の後でいいかい？先の制約があるんですよ。お茶の後でいいかい。何度も誘われているんだ。おいしいショコラケーキがあるんですよ。あるんですよ。どうですか、クリシーヌさんも一緒に。隊長、大事なことなのだ。すまぬがティータイムを後にしてもらえる。あ、でも上がったからいいか。わかった。ごめん。二人ともお茶はまた後でね。もう、後で絶対来てくださいね。もう一回待ってくれるあたり優しいな。いい子だな、やっぱ。メルちゃんは無言。ここなら誰も来ないだろう。まずは気候の話から聞こうか。気候だけに。グリシーヌ、フィリップという名前に心当たりはないか。フィリップ、だと。気候、その名、どこで聞いた？どこって、お墓に書いてあったんだ。花火くんがお参りしていた。花火は、気候にフィリップのことを話したのか？いや、聞いていない。苦しいよ、グリシーヌ。すまぬ。つい取り乱してしまった。グリシーヌ、何か知っているんだね。フィリップは、花火のフィアーズだ。ああ、
イングリッドちゃん的な感じか。イングリッドちゃん的な感じか。グレンか。やっぱフェリックスじゃねえか。フェリックスか。なんだって。花火ちゃんの、あ、いい感じね。いい感じね、クリシーヌ。花火の婚約が決まった頃、私たちは三人でよく遊びに行ったものだ。シルバンとかいないの？花火とフィリップの仲の良さは、この私から見ても微笑ましくてね。この幸せが、いつまでも続くと、そう思っていた。人前でこうね、肩をだ、ね、グッてやるの、どうなのってちょっと思うけどな。あんまベタベタするのは。って思うタイプだけど、二人っきりなら別だけど。だが、あの日、フィリップ。病死なのかな？事故死？彼を失ってからずっと、花火は喪服を脱ごうとして。そういうこと？そういうこと？そうだったのか。それで花火くんはあの墓に寄り添っていたのか。それで黒いのか。グリシーヌも花火くんの話があるって言ってなかったか。もういい。聞こうと同じ話だった。では、失礼する。このことは、口外無用だ。ああ、わかった。そうか。あのお墓は、フィアンセのだったのか。グリシーヌも、花火くんのことが心配なんだな。